ジャンドラ・ジャンドラは、フランスの人文主義者、詩人。ピエール・ド・ロンサールや、ジャン・アントワーヌ・ド・バイフラの死にあたる。元の名は、ジャンディ・リヌ・マンディという。彼は1508年に、リモージュに生まれた。1537年に、パリで文学を学ぶために故郷を離れ、その驚異的な記憶力によって、周囲を共担させたという。1539年5月に修士号を取得した。 1544年には、ラザールド・バイフによって、その息子ジャン・アントワーヌと若き秘書、ロンサールの家庭教師として雇われた。後に、この二人は、ドラの熱心な教え子となり、ドラは彼らに、ラテン語を教えるためにギリシャ語を用いることになる。ロンサールはしばしば自分に、死の手ほどきをしてくれた、博覧狂気のドラに対し者意を示している。ドラはまず、 フランス語詞で有名になり、フランス語は一世からも徴用された。1547年にラザールド・バイフが亡くなると、ドラにはコレージュ・ド・コクレの学長の座が与えられた。1549年には彼の文下生に新たにジョア・シャン・デュベレーが加わった。分断に大きな衝撃をもたらした宣言、フランス語の用語と兼用はドラの監督下で出されることになる。ドラは、 英達をほとんど求めず、死後の名声もほとんど気にかけることはなかった。1560年には、コレージュとフランスのギリシャ語教授に任命されている。そして、ラテン語詞やギリシャ語詞で名を馳せた。誰もがドラに死を求め、ドラはそれに応じて、作詞をしたため、彼の作品はあちこちに散在していたが、それを修正しようという人物はいなかった。そこで1586年に、 弟子や友人たちが極めて不完全ながら集大成、ポエマータポエマタを観光するために集まった。この作品集には、詩、風詩、アザナゾ、オード、ボッカなどを含んでいた。その中で注目されるのは、トゥームルス・シアラリーである。ドラは、病が重く、その2年後に没死した。彼には、詩人あるいは博学者として、なおなす二人の息子と一人娘がいた。 彼の真の天才性は古代ローマ文学の向こう側には探訪し開拓すべきギリシャの遺産があるのだとモンテ弟たちに感じさせたことにある。ゆえに彼はプレイヤード派に属する資格があるのである。ギリシャ語詞、ラテン語詞の領域はほとんど彼の独占上であった。ありがとうございます。